主導権に切るよ。強気で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 強気。今日の試合言い訳するの簡単や。アクシデントがあったし、いい準備もできんかった確かかもしれんけど、そういう時こそもっともっと全員雰囲気作らないと。ダービーやる今日勝つやろ。全員でこっから行こうや。絶対勝つよ。全員で全員でもっともっと雰囲気作るよ。さあ入るよ。中村が蹴ります。右足です。アウトスイングのボール。はい、ボール右サイド、ハンマー2点目、長崎追加点。蹴るのは中村。ボール、ペナルティーエリアには5人入ってきた。長いボール、ヘディング決まった。ハンマー強力得点。めちゃくちゃ気持ちよかった。まあそこに向かうって決めてたんで、まあ決めてすぐに向かいました。おめでとうございます。ありがとうございます。マジ良かったよ。この間ボコボコにやられたからさ。あ、お水だけ。いやもう本当にホームデビューだからね。何回も長崎の試合見てたわ。良かった良かった本当。こっからですね。そうですね。点も取んなきゃ。あんまボール触れてないから。ナイスボー。はい、サンキュー。はい、サンキュー。ワン、ツー、スリー、フォー。勝って、優勝して J1 に行きましょう。ありがとう。
長崎駅から徒歩10分圏内、およそ 7.5 ヘクタールの広大な土地を舞台にした民間主導の壮大なプロジェクト。ピッチから観客席までの距離が最短およそ5メートル、日本一ピッチに近いスタジアム、ビファーレン長崎の試合を客室から一望できるスタジアムビューホテル。今年 B1 昇格を成し遂げたプロバスケットボールクラブ長崎ヴェルカのホームアリーナ、さらに長崎最大級のオフィスビル、商業施設も備えたスタジアムを中心とする大型複合施設、これが2024年秋長崎の地に誕生する。そこでこのコーナーでは解説の代に夢を持ってプロジェクトに関わる人たちに密着、新しい未来を想像していく思いに迫り、現場で生まれるさまざまな層にフォーカスしていく密着長崎スタジアムシティプロジェクト。この日、長崎スタジアムシティの建設地に総勢76名の子どもたちが集まった。ここで開かれていたのは、今ビファレンとかベルカとかを応援している子どもたちがこの施設を見ることによって自分たちもここで活躍できたらいいなと思ってもらえるような機会を作りたいなっていうのが始まりです。今回子どもたちに完成前の長崎スタジアムシティを見てもらうことで、将来ここで活躍している姿を想像してもらいたいと思い企画。この日、建設現場見学会を企画した五曽根健吾さん。おじさんも実は長崎出身で、高校を卒業してからは東京に行ってました。このプロジェクトがあるということで、とてもワクワクして長崎に戻ってきた一人です。なので、長崎に遊びに行きたいという人が増えたらいいなというふうに思っています。まず向かったのは、サッカー選手を夢見る子どもたちの憧れの場所、ピッチ。はい、今ここにある白い丸、これがセンターサークルになります。まあ、ちょっと小さいですけれども、ここがスタジアムのピッチのど真ん中ということになりますので、まあ、芝生が張られる前に俺真ん中に入ったことあるんだぜっていうような思い出になればと思うんです。皆さんベタベタ踏んでいただいた方がいいのかなというふうに思ってますので、完成するスタジアムをイメージする子どもたち。将来立ってみたいなって思った。立ってみたい、はい。楽しい。どういうふうに楽しい？なんかあんまりなんかこういう経験ないから楽しい。なんか初めて見ることが多いから。今までは完成予想としか見ていなかったけど、スタンドからフィールドまでの距離が近くてとても迫力感じました。続いて向かったのは、こちらが長崎ヴェルカのホームとなるアリーナの建設現場。ここでも子どもたちにとって嬉しいイベントが。工事の現場を担当している方に協力いただいて、ここでバスケットをさせてもらえることになりました。選手たちよりも先にここでプレーしたことがあるぞという経験をですね、お土産として持ち帰っていただきたいなと思って。で、あそこのパイロンまで行って、選手より先にアリーナでドリブル体験。選手たちより早くつけたっていうのはまず嬉しいです。嬉しかったです。
美味しかった。ここに畳んばね未来ね。選手として立つそうです。ぜひ立ってください。この見学会で子どもたちと作り上げたいものとは。スタジアムシティは開業して終わりじゃなくてずっと残っていくものなので、そこで活躍してもらいたい人たちっていうのは今の子どもたちだと思ってます。サッカー選手にここでなりたいとか、バスケット選手にここでなりたい、そこで活躍する自分の姿を想像してほしいなっていうふうに思います。この見学会を通して子どもたちはどんな未来を想像したのか。今後スタジアムで活躍したいです。なんかシュートを決めたい。将来の夢はプロサッカー選手になりたいです。このスタジアムでプロサッカー選手になってハットトリックを決めたいです。チアダンサーになりたい。なんかサッカーのところで踊りたい。あ、じゃあここの長崎のスタジアムで。そう、ノリノリで踊りたい。長崎ベルカービファーレン長崎のチアダンサーになりたいです。スタジアムやアリーナでダンスを踊ったら絶対楽しいなって思いました。いつか言ってもらいたいですよね。有名な選手になって、僕実はスタジアムシティができる前にあそこでプレーしたことあるんですよって言ったら、何か物語ができるなっていうふうに思うので、そういう機会にもしなればですね、いいなっていうふうに思います。